皆さんこんにちは、ゆずきです。本日の動画は秋コーデルックブックになります。ちなみに私は身長160センチ、骨格ナチュラルです。今日は私のセレクトショップシリティのお洋服を使ってコーデを組んでいきたいと思います。それでは早速スタート。まず1コーデ目に使うこちらのニット、早速激推しアイテムなんですけど、めっちゃ韓国っぽくて可愛くない？V ネックで顔周りもすっきり見えますし、クロップド丈なのでコーデ全体のバランスがすっごいよく見えます。とにかくこの色味が可愛くて、この合わさめっちゃ最高じゃない？続いてボトムス、このフレアスカートもマジで可愛い。上品で躍動感のあるスカートで、すっごい高見えするのにこのお値段です。シューズはこちらのミドルブーツで、ショートブーツよりもやや丈が長めのブーツです。こういうスカートとかワンピと相性抜群です。続いてこちらのアウターなんですけど、もうほんまにお気に入りすぎる。今年はよりこういうカジュアルアウターが流行ってますし、さっと気軽に羽織れるので毎日着たくなります。はい、ということで1コーデ目はこんな感じに仕上がりました。個人的に今年の秋は甘めスカートにカジュアルアウターが気分なので、こういう合わせたくさんしそうな予感がしています。また詳しくは概要欄に載せておくんですけど、日曜日までお得に買えるクーポンが発行されてるので、ぜひこの機会にゲットしてほしいなと思います。それでは次、はい、まずトップスはすでに販売中のこちらの万能ロンティーですね。ユニセックスのアイテムなのでカップルでお揃いもおすすめです。ボトムスも同じく販売中の、私がもう履き倒してるこのデニムですね。そしてこの上から新作のボーダージャケットを羽織ります。もうね、これほんまに可愛いで、ノーカラーやからめっちゃ使いやすくて、ハイネックとかと合わせるのもおすすめですし、ボタンがゴールドなので高級感もあって、丈もちょうどよくて、裾の丸い感じもめっちゃ好きです。シューズはさっきと同じミドルブーツ、これファスナーとかないんですけど、脱ぎ履きが楽ちんなんですよね。ほら見て、もうなんかもうシュッて履けるんですよ。ほらシュッて、めっちゃ楽ちん。ちょっと小物を追加したいなということで、こちらもずっと愛用しているネイビーのキャップをかぶってみました。どうでしょうか、めっちゃ韓国っぽい。そして最後にバッグですね。これまだあんまりインスタとかでも紹介してないんですけど、私の隠れ推しバッグです。キラキララメバッグなんですけど、めっちゃ可愛くない？サイドがクシュッとできるデザインで、それもすっごい今っぽくてお気に入りです。はい、ということで2コーデ目はこんな感じに仕上がりました。ちょっと韓国カジュアル風なコーデを意識したんですけど、このボーダージャケットだけはちょっとほんまにゲットしてほしい。ほんまに一押しアイテムです。マジで可愛いから。それでは次のコーデに行きましょう。あ、切りましたね。あ、すいません。それでは次、はい、次のコーデではちょっとね、トップスとボトムスとシューズはそのままでコーデ組み替えていきたいと思います。続いてもジャケットなんですけど、これもまた可愛い。ネイビーのジャケットってなんでこんなに可愛いんやろ。マットゴールドのボタンが高級感あって、大人っぽくてすっごいポイントです。可愛い、めっちゃ。はい、ということで3コーデ目はこんな感じに仕上がりました。さっきとジャケットを変えただけなんですけど、ぐんと雰囲気変わりましたよね。デニムにネイビー合わせのブルーのワントーンコーデ、めっちゃ可愛くてよくしちゃいます。それでは次、続いてはブラウスを使ったコーデなんですけど、夏ぐらいから流行り始めたドットは引き続き秋コーデにも取り入れていきたいと思います。で、今このブラウスみたいに首元に紐がついた防体ブラウスがめっちゃ流行っていて、今季一つは持っておくと良さそうなアイテムです。この程よい透け感と立体感のあるパフショルダーのシルエットがめっちゃお気に入り。そしてシューズはこちらのフラットシューズ、どんなコーデにも馴染むし、オールシーズン使える万能アイテムで、スクエアトゥーとリボンがポイントになってます。はい、ということで4コーデ目はこんな感じに仕上がりました。ドットブラウスがすごい華やかで存在感があるので、シンプルなデニム合わせでもすっごい映えますよね。この上からニットとか着てもかわいそう。それでは次、お次、こちらが本命アイテムですね。毎回ご好評のデニムアイテムなんですけど、今回はキャミワンピをご用意しました。こんな感じで後ろにリボンがついてるので、めっちゃウエストが細く見えて、全体のシルエットも綺麗なんですよ。そして上からこのジャケットを羽織るんですけど、ツイード素材に大きなリボンがついていて、フェミニンムード満載な、着るだけでテンションが上がるアイテムです。今回ジャケット類が大優勝ですね。
このシューズが長い紐がついてるのでレースアップ風に履けるシューズで、足元に一癖プラスできるのですっごいおしゃ見えします。はい、ということで5コーデ目はこんな感じに組んでみました。全体的にブラックのワントーンでまとめてるんですけど、個々のアイテムがすっごい女性らしいので大人っぽさも可愛さも感じられるコーデになったかなと思います。ちょっとこのコーデの色違いバージョン、じゃん、こんな感じです。ワンピースとジャケットの色を変更してみました。今回はミドルブーツを合わせているのでさっきよりはよりカジュアルダウンできたかなっていう印象です。それでは次、またブラウスを使ったコーデなんですけど、これほんまに可愛い。3000円台のクオリティじゃなくてフリップ振りのワッサワサがついてるんですけど、めっちゃ存在感あってコーデの主役になります。ほら見てめっちゃ可愛くないですかこれ。続いてボトムスはスラックスを合わせてみようと思います。このスラックスめっちゃシルエット綺麗で足長く見えますし、なんとベルト付きなのでいろんな雰囲気のコーデ楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。このモカの色味も絶妙で可愛いんですよね。続いてシューズはこちらのスニーカーを合わせていくんですけど、最近こういうねアウトドア風のスニーカーめっちゃ流行ってるのでちょっとセレクトしてみました。ほんまに可愛い。とにかくね履きやすいし履き心地も良くてめっちゃ動きやすいです。続いてアウターを合わせていくんですけど、このコートはほんまに秋とか春とかそういう絶妙な気温の時におすすめのアウターで、なので今の季節にぴったりですよね。これはウエストマークできる紐がついてるのでこうやって結んでアウターがメインのコーデにしてもすっごい可愛い。このアウターお気に入りでもう一色持ってるんですけど、こっちのベージュもめっちゃ可愛いです。続いてこちらのミニバッグめっちゃ可愛くない？2000円台には見えない高見えアイテムで、このちょっと明るめのブラウンがすっごいコーデを華やかにしてくれるんですよね。はい、ということで6コーデ目はこんな感じに組んでみました。ロング丈のアウターを使った大人カジュアルなコーデなんですけど、アウター脱いでも可愛いですね。いやこのブラウスかなりおすすめです。それでは次、続いてこちらのミニワンピースを使ったコーデを組んでいくんですけど、これはブラウスっぽい生地なのでめちゃくちゃコーデ組みやすくて、あ、なんか乗ってますね。これ多分ミュージックビデオかけながら撮ってるのでノリノリです。ミニすぎないこの丈感も挑戦しやすくて着やすいですし、このネック部分のリボンがコーデのワンポイントになってすごい映えるアイテムです。かわいい。このワンピの上からニットベストを羽織るんですけど、これ価格も優しいですし、ほんまにみんなにゲットしてほしい。ノルディック柄がめっちゃ可愛くて、この柄がコーデにあるだけでもう秋冬を感じられますよね。足元はミニ丈ということでロングブーツを合わせていきたいと思います。秋は特にロングブーツを使ったコーデたくさんしたくなりますよね。そして最後にベレー帽を追加したいと思います。このベレー帽もめっちゃお気に入り。はい、ということで7コーデ目はこんな感じに組んでみました。このブラウスにニットベストの合わせがめっちゃお気に入りで、ブラウスのネックリボンがニットベストの上からチラッと見える感じがめっちゃ可愛くない？これもめっちゃお気に入りすぎるので、ちょっとニットベスト黒バージョン着てみたいと思います。じゃーん、こっちの色合わせもほんまに可愛い。今回はロングブーツじゃなくてミドルブーツを合わせています。ベレー帽もブラウンに変えてみたんやけどどうでしょうか。秋っぽさがぐんと増してかなりお気に入りです。それでは次、はい、最後のコーデ組んでいきます。このケーブルニットカーデガンはもうシンプルに使えるやつです。ボタンを閉めて1枚のトップスとしてはもちろん、写真みたいに羽織としても使いやすいです。続いてこちらのティアードスカートなんですけど、3段階の切り替えが入ってるので躍動感がとにかくすごくて、回ってみて、ほらすごくない？めっちゃ広がり方が綺麗なんですよ。あとね、大事なポケットもついてます。ありがたい。シューズはまたミドルブーツ、もうどんなコーデにも合いますね。ささっと履けるし、お座敷のご飯行く時とかおすすめ。はい、ということで8コーデ目はこんな感じに仕上がりました。シンプルやけど動きのあるコーデで大人っぽく仕上がったんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。私の秋コーデルックブックでした。本日も最後まで見てくださりありがとうございました。バイバーイ。